さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める新たなる国際大会、ジュニアユースワールドチャレンジ、その幕が上がります。世界に衝撃が走ったフランス国際ジュニアユース大会の中止、その衝撃の中で発表されたこの大会、ワールドチャレンジの名にふさわしく世界の強豪国が名を連ねております。お聞きください、この大歓声。スポーツ大国アメリカが威信をかけ最新の技術で作り上げた新スタジアム、スタークラウンスタジアムは超満員。アメリカのサッカーファンのみならず、世界中のサッカーファンが新たなるヒーローを目にしようとひしめいています。そしてこれより入場行進。まずはじめは南米からの招待国アルゼンチンです。キャプテンのファンディアス君はアルゼンチンでも10年に1人出るか出ないかの逸材という噂です。このディアス君がどんなプレーを見せてくれるか、この大会の楽しみの一つです。そして次は言わずと知れたサッカー王国ブラジル。フランス大会は不参加だったブラジルですが、この新たな大会には参戦。もちろん実力者揃いのブラジルですが、中でも注目はカルロス・バーラ君。ブラジルの伝統の背番号10をつけている、そのことだけでも彼の実力は証明されていると言っていいでしょう。続いてフランスの入場。母国で開かれるはずだった大会が中止となったフランス、その悔しさを晴らすため選手たちは大会直前まで特訓に特訓を重ねてきました。そのフランスを率いるのは一つ上の世代、ユース代表にも選ばれていた実力者エルシド・ピエール君。彼の得意とする芸術的サッカーは我々をどのように魅了してくれるのでしょうか。そしてドイツが入場。ドイツを率いるのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君。その他にもシェスター君、カルツ君、マーガス君、ハイネ君とまさに強者揃い。日本をプレマッチで大敗させた彼らの力、まさに優勝候補の筆頭にふさわしいでしょう。そして今日、日本が初戦の相手としてぶつかるイタリアの入場です。今大会屈指のゴールキーパージノ・ヘルナンデス君は大会前のプレマッチはもちろん、この1年間全く失点していないという恐るべき選手、パーフェクトキーパーとも呼ばれるこのヘルナンデス君から、果たして日本はゴールを挙げることができるか。そしてイタリアサッカーの攻撃を担う新生のフォワード、レオナルド・ルチアノ君にも注目です。そして日本が登場です。すごいや、でっけえスタジアムだな。それにすごい歓声だ。ついに始まったんだな。8月に熱戦を繰り広げた全国中学生サッカー大会、そして代表選考会ニューヒーローリーグを通じて選ばれ結成された全日本ジュニアユースチーム。そして嬉しいことに、小学生の時に全国を沸かせた南葛 SC の選手で今はドイツで活躍中の若林くんと、同じく南葛 SC の選手でお父さんの仕事の都合でフランスへ渡っていた美咲くんが、このチームには特別参加しているのです。全日本にとっては大変頼もしい戦力です。そしてもちろん日本のエース大空翼くん。世界の強豪相手に日本のサッカーの天才児大空翼くんのプレーがどこまで通用するか大変楽しみです。俺たちの世界への第一歩、日本のワールドカップを夢見る俺たちの実力、それを試す時がついにやってきたんだ。オランダの入場です。オランダ伝統の背番号14を背負うのはエースのブライアン・クライフォート君。ヨーロッパでも屈指のフォワードと評される彼を中心に超攻撃的サッカーで世界一を狙います。ここでセネガルが入場してきました。身体能力においては大会ナンバーワンの呼び声高いアフリカの雄セネガル、持ち前のスピードと高さを生かし大会の台風の目となるでしょうか。そして今まで以上にすごい歓声で迎えられるのは地元アメリカチームです。
世界最先端の技術と知識、そして科学トレーニングを使って鍛え上げたというアメリカの選手たち。その科学的サッカーで新たなる世界の強豪に名乗りを上げるのか。さあ、これで3カ国は出揃いました。この大会開幕のセレモニーが終わると、いよいよ大会第1日目の第1試合、日本対イタリアの一戦が始まります。よし、みんな聞け。いよいよ今日からジュニアユースワールドチャレンジの始まりだ。各自これまでの練習の成果を存分に発揮して頑張ってほしい。はい。うん、それでは今日のイタリア戦のミーティングに入る。みんながプレマッチで見た通り、イタリアは世界でも屈指の守備力を誇るチームだ。その硬さはカテナチオと呼ばれている。特にゴールキーパーのヘルナンデスはこの1年間全くゴールを許しておらず、パーフェクトキーパーの異名を取るほどの名手。彼からゴールを奪うには中盤を抑えてたくさんのチャンスを作り、シュートを打ち続けていくしかない。はい。そしてその中心は翼とヒューガだ。頼むぞ。はい。一方イタリアの攻撃についてだけど、堅い守備で相手を止めてからのカウンターが主になっている。そのイタリアのカウンターの中心がフォワードのルチアーノだ。彼は体の強さと技術を兼ね備えた厄介な選手で、抑え込むのは簡単じゃない。けれどプレマッチを分析していくと、彼のプレイには大きな特徴があることが分かった。自分からパスを出すことはないし、味方もあまり彼にパスを送っていない。つまりほとんどが単独プレイなんだ。だから対策としては、ルチアーノがボールを持った時は彼を徹底マークする。逆にボールを持っていない時はフリーにしてもいい。ただしこぼれ球には要注意だ。お！もちろんルチアーノ以外の選手たちにも油断は禁物だ。素早いパス回しに振り回されないように気をつけなければならない。でも僕たちも世界の動きには慣れてきている。落ち着いていけば大丈夫だ。では翼、キャプテンとして皆に気合を。はい。みんな、予選グループを勝ち抜くためにも今日のイタリア戦絶対に勝つぞ。おお！俺たちは日本のサッカー選手たちの代表なんだ。無様な姿は見せられないぜ。ああ、俺たちの力を世界に証明してやろうぜ。みんな、いよいよ大会本番だ。フランスの大会の中止から今日まで、俺たちは厳しい練習を積んで鍛えに鍛え抜いてきた。俺たちが力を合わせれば負ける要素はどこにもない。世界一を取るのは俺たちイタリアだ。おう！何が力を合わせるだ、バカバカしい。な、バカバカしいだと？ルチアーノ、貴様！ザクは勝手に慣れ合ったろ。俺は俺のやりたいようにやる。いいか、俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。俺はこの大会を踏み台にしてビッグクラブに移籍するんだからな。あいつ、代表の試合を何だと思ってやがる。さあ、ついに開幕しましたジュニアユースワールドチャレンジ。そのオープニングゲームは日本対イタリア。アズーリの名で親しまれる青のユニフォームイタリアに対し、日本は白を基調としたユニフォームでの入場です。開会式の入場行進を終えた各国の選手たちがこの模様をスタンドから観戦しています。優勝候補の一角に挙げられる実力国イタリアに、翼くんたち黄金世代を中心とした日本は
どこまで戦うことができるか。まもなくキックオフの時間です。今日はよろしく。ああ、いい試合をしよう。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーの名にかけて、君たちのシュートは全て止めさせてもらう。そうはいかない。必ず俺たちがゴールをこじ開けてみせる。いつまでも喋ってるんじゃねえよ。さっさと始めるぜ。あのキーパーすごい自信だ。向かい合っているだけで緊迫感があった。イタリアジュニアユースチーム、きっとプレマッチで見た時以上の力を出してくるぞ。クソ、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーはこの俺だ。チノ・ヘルナンデス、1年前の対決では引き分けだったが、今日は必ず俺が勝つ。いよいよだ、いよいよ始まった。大空翼をはじめとする才能あふれる選手が揃ったこの黄金世代、日本がワールドカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ。とてつもなく大きな夢のその第一歩が今踏み出されるんだ。俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引っ込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。ここでパスカット、パスを出します。体ごとぶつかっていった。センターラインを越えて攻め込む。体を反転させかわした。なめるな。フェイント、行け。もうこのタイガーショットだ。見事なワンハンドキャッチ。ボールを抑えたヘルナンデス君、すぐさまスローインに移る。それなんとヘルナンデス君のスローインが翼君の元へ。これはまさかわざと。さあ、君のドライブシュート打ってきたまえ。やっぱり挑発している。よし、受けて立とう。俺のドライブシュート、止められるものなら止めてみろ。いや、翼くんシュートだ。ドライブシュートに行く。ヘルナンデス君、翼君の威力あふれるドライブシュートをワンハンドキャッチ。これがヨーロッパナンバーワンキーパーの実力なのか。ドライブシュート、いいシュートだ。前までの俺だったら片手ではキャッチできなかっただろう。だがフランス国際大会が中止になった後、俺はこの右腕を徹底的に鍛え上げたんだ。
1年前に俺から最後のゴールを奪った男、カール・ハインツ・シュナイダーに借りを返すために。さすがだ、これが本場の本当の力なんだな。だが今度こそゴールを割るぞ、ヘルナンデス。パントキックで大きく蹴り出した。ミサキくん、ワンタッチで送る。やった、ミサキくん、いけ、横にかわして突破。ガラバゴとぶつかっていった。これ早く横にかわした、飛行機の華麗な技だ。必殺のシュートでゴールを狙う。さあゴールと真っ向勝負、止めた。さすがパーフェクトキーパー、パントキックで大きく蹴り出した。カラバゴボールダッシュ成功。あっとこの位置でパーフェクト。翼くんここで止めた。横にかわして突破。連続突破で見送る。素早く横にかわす。必殺のシュートを放った。ヘルナンデスくんゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。ソラ、あっとドリブルを見送る。翼くん、お箱のヒールリフトだ。このタックルは不発に終わります。長いパスが通った。マサオくん激しいタックル。沢田くん、ここは抜かせません。横にかわして突破。壁とぶつかっていった。あとドリブルを見送る。タイガーショット。死のセービング、これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。松山くん素早くつなぎます。かわして振り切った。全日本、ここは全力のプレーでゴールをつかみ取りに来た。ヘルナンデスくん、ゴール正面でこのシュートを迎え、キーパーをものとまだまだ決める。ザコでまとわりつくんじゃねえ。抜かせません。よっしゃ、ドリブルでボールを運ぶ。あっとフェイント、たまるか。ヒューガくん、これがタイガーショットだ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。てめえらしつこいんだよ。ルチアノくん、ここからチャンスを作れるか。はぁ、よし、反転させかわした。このタックルは不発に終わります。それ飛行機の華麗な技だ。豪快にシュート。見切った。必殺のシュートでゴールを狙う。マリーヌ君、これをブロックに行く。パントキックで大きく蹴り出した。マサオ、翼君、翼、ダイレクトでパス。まさに守護神。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス、ダイレクトでパス。ヒューガくん、ここは抜かせません。これがタイガーショット。これがタイガーショットだ。ヘディングくん、横に飛んだ。懸命にかき出した。こぼれ球をものにした。フェデリーコくん、ボールを狙うも届かない。ゴールにシュート。このボールにカラオツで反応。これがネットに突き刺さる。まだまだ決める。よし、俺の勝ちだ。それもらったよ。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。これはごぼう抜きだ。ドリブルでボールを運ぶ。ツインシュートだ。翼くん、息の合った連携から二人でシュートに持っていった。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。タルデリ君、このボールをコントロール。沢田君、ここは抜かせません。かわして振り切った敵陣を切り裂く。素早く横にかわす。ゴール前に上げた。ヒューガ君、クロスに合わせに行く。
事なワンハンドキャッチ。いいぞ全日本ジュニアユース。優勝候補イタリア相手によく戦ってると。イタリアに勝てば大金星だぞ日本。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ、これじゃ俺たち相当弱いと思われてたみたいだな。そうたい。世界からは俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。ああ。おい、俺たち頑張るから、みんな後半も応援してくれよ。お前ら本当に明るいな。いいんじゃないですか、観客が味方になってくれれば心強いですよ。なるほど、ホームの雰囲気にするってことか。でもあいつら絶対そんなこと考えてないぜ。でしょうね。翼、あの人もしや。みんなナイスファイトだ、ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ、後半も大丈夫さ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ。きっとまだまだ底力がある。よし、後半も気合を入れていこう。おう！あのヘルナンデスってキーパー、評判になるだけのことはあるぜ。あいつから点を取るにはやはりあれを使うしかない。それに俺も世界で勝負していくために、あのルチアーノってやつには負けてられねえんだ。翼さん、後半の戦い方なんですけど。なんだい？もしもの話ですけど、この後もしイタリアにリードされたとしたら、きっとイタリアは自陣を固めてくると思うんです。それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。だからそうなった時は一か八か全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。確かにやらないに越したことはないけど、でも必要な時はそれも手だね。わかった、たけしがその時が来たと思ったら指示を出してくれ。俺がみんなを率いてイタリア陣内に攻め込むよ。おい、ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって、もう我慢ならねえ。なんだよ、うるせえな。何が俺の足を引っ張るのだ。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるようなものなんだぞ。何言ってやがる。俺が一人で点取りに行ってるのはお前らに能力がないからじゃねえか。何？俺はな、とにかく勝ちてえんだよ。ビッグクラブに移籍するにはチームを勝たせなきゃ意味がねえんだよ。だから俺の邪魔をするな、ルチアーノ。大体点を取られたのは俺のせいじゃないだろうが。なあ、パーフェクトキーパーさんよ、点を取られたのは誰のせいだ？もちろん俺のせいだ。それはすまないと思っている。おーおー、素直じゃねえか。さすが名門クラブの有望選手は余裕があるな。俺も早くそうなりたいもんだぜ。貴様、ジノになんてことを。タルデリ、よすんだ。ジノ。ルチアーノ。なんだよ、
優等生の説教なんて聞きたくねえぜ。自分のために俺たちを利用したいならそうしてくれていい。それでチームが勝てるならば俺たちは喜んで利用されよう。日本は俺たちが思っていたよりも強い。それは前半に散々マークにあった君も感じているはずだ。ならばどうすれば局面が打開できるか、ここから勝つために何が必要で、どんなプレーが一番いいのか、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君はもう分かっているはずだ。後半も俺は勝利のために君にパスを送る。だからルチアーノは、ルチアーノの思うプレーをしてくれ。信じているよ、ルチアーノ。チーノ、あいつ。勝つために必要なプレーか。おい、ルチアーノ。なんだよ。後半はお前にもパスを出す。だからお前も俺たちを利用しろ。イタリアが勝つためだ。いくらでも利用されてやるぜ。俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。あっと、イタリア前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする。よし、イタリアが戦い方を変えてきた。これが鍵。みんな気をつけろ。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、このパスをカットします。おっと、ヒューガくん大きく足を振りかぶった。見ていてください、キラ監督。送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。決まった。ヒューガ君のシュート、ヘルナンデス君の黄金の右腕をものともせずゴールに突き刺さった。やったやったぞ。やった、やりましたね、ヒューガさん。ヒューガ君。翼、見つかったぜ。俺は今まで、特にこの3年間は、翼、お前を目指し、お前を倒すことだけを目標にサッカーをしてきた。でもこれで、俺にもお前という目標の上を行く、もっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君。俺は、サッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に、世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。おれ、左を預けます。オラオラ、翼くん、ここは抜かせません。もらった。フェイントだ。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。シュートだ。と、止めた。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ワンタッチで送る。沢田君、激しいタックル。サーブを出します。翼君、ここは抜かせません。もらった。フェイント、このタックルは不発に終わります。ヒューガ君、
ここはパスを出した。かわして振り切った。力を貯めて強烈なシュート。ヘルナンデス君、このシュートに反応している。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、素早くつなぎます。チャージが決まった。必殺のシュートを放った。マギーズ、クラクソンだ。ボールはまだ生きている。ここでボールを受けます。翼さん、フェデリーコくん、ボールを奪うことができません。ヘルナンデスくん、がっちり止めた。パントキック、どこまで運べるか。ルチアーノ君、このボールはコントロール。松山君、ここで止めて。翼君、コンテナのシュート。フランシスコ君、ボールを狙うも届かない。これはさすがのセービング。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。パスを回す。ここはパスを出した。みんな、ここは守りきるぞ。カテナチオの構えに入りました。イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみました。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。よし、それは。ここはパスを出した。横をすり抜けた。トリノ君、ボールを狙うも届かない。沢田君、回転をかけてシュートを放った。ヘルナンデス君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス、素早くつなぎます。あ、フェイントだ。横をすり抜けた。沢田君、次々にかわしていく。回転をかけてシュートを放った。ヘルナンデス君、これを止めるのは厳しいか。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。負けないぞ。振り切った。沢田君、ここでコーナーキック。美咲君、蹴り入れます。両者激しく激突。空中での激突だ。フランセット君、この大一番を制する。チャージが決まった。沢田君、ここはパスを出した。セットだ。こんなガキに。あと、ドリブルを見送る。これは正面から抑えに行く。キーパーをものともせずゴール。見たか。ニューヒーロー大決まりです。あれ、これも特訓の成果だ。フェイントだ。ユーケ、ここでタイガーショットだ。このボールに飛びつく。スマートに抑えた。絶妙なインターセット。あっと、フェイント。マリーニョ君、ボールを奪うことができません。あっと、ドリブルを見送る。パントキック、どこまで運べるか。全日本、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。
く。勝った、俺たち勝ったんだ。しかも優勝候補のイタリアに勝ったんだぜ。これなら十分に優勝も狙えるたい。そうさ、アメリカに来た最初の頃の俺たちと今の俺たちは全然違うんだからな。そう、プレマッチで見た日本と今日の日本はまるで違っていたよ。ヘルナンデス君、今日は俺たちの負けだ。日本のサッカーは素晴らしかったよ。ヒューガ、君のシュートには驚いたよ。あれほどのシュートを見たのは久しぶりだった。俺もお前くらいのキーパーと戦ったのは久しぶりだったぞ。てめえの顔と名前覚えたからな。ルチアーノはきっと君のことを認めたんだと思う。ただ彼はちょっと伝え方が下手なんだ。そこはあまり気にしないでくれ。それじゃ、チャオ。うん、またね。イタリアチームのユース、特にジノ・ヘルナンデスとレオナルド・ルチアーノ、すごい選手だった。まさに世界の舞台に立たなければ出会えなかった強敵だ。翼くん、応援してくれたスタンドのみんなに挨拶しに行こう。うん。みんな、すまなかった。今日の負けは点を取られた俺の責任だ。まさか負けるとは思わなかったぜ。ああ、俺たちはまだまだ甘かったな。何を落ち込んでやがる。何？まだ残り2つを勝てば予選リーグを抜ける可能性はあるだろうが、落ち込んで無駄な時間使うくらいなら次の試合のことでも考えとけ。どうしたんだあいつ。ルチアーノ。翼、よくやったぞ。ロベルト、あなたはロベルト本郷さんですね。全日本で翼は見事勝ちました。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもロベルトさんが残したノートを頼りに翼は自分なりにサッカーを研究し、その技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。そしてその他の細かなプレー一つ一つも、その全てはロベルトさん、あなたから翼が受け継いでいったものです。どうか今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃありませんか。私はロベルトとかいう人物とは違いますよ。きっとあなたの人間違いでしょう。私はロベルトじゃありませんよ。ロベルトさん。今日の試合勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスにまるっきり通用しなかった。アメリカのアズワンにも簡単に止められてしまったし、俺のドライブシュートは世界で戦うには力不足なのか。でもヒューガ君はアズワンに止められたことをバネにネオタイガーショットを生み出した。俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー、理想の選手になるために俺もドライブシュートを強化するんだ。
なあ、オランダって強いんだろ？もちろんさ。イタリアは守備のチームだったけど、オランダは攻撃のチームだ。特に注目するべきは背番号14をつけるブライアン・クライフォート。彼は数年前にワールドユースを制したオランダ代表スタイン・クライフォートの弟でね、今ヨーロッパでも注目されているフォワードさ。へえ、詳しいんだね。うん、僕はオランダの伝説的選手に憧れてサッカーを始めたからね。今でもオランダのサッカーはチェックしてるんだ。なるほど。それで三杉君は背番号14を欲しがったのか。あの時はわがままを言ってすみません。でもどうしても憧れの選手と同じ番号をつけたくて。憧れがあるのはいいことさ。それが成長につながるからね。俺がロベルトのつけていたブラジルの10番に憧れていたように、三杉君にもそういう選手がいたんだな。おい、そろそろ試合が始まるぜ。さあ、予選リーグ第2戦、オランダ対セネガル、今キックオフ。まずはボールを持ったセネガルのミッドフィルダー、キャプテンのイスマイル・サンゴール君。ここからどう試合を組み立て。あっと、サンゴール君いきなり大きく高く前に蹴り出した。そしてフォワードのムーサ・マリック・ジャロ君がオランダの選手の間を凄まじいスピードで走り抜けていく。決まった！セネガル、電光石火の先制点。サンゴール君の正確なロングボールをジャロ君が高い打点のヘディングでオランダゴールに叩き込みました。まさにセネガルらしい高い身体能力を生かした攻撃だ。あのフォワード、すげえダッシュ力だ。新田といい勝負なんじゃないか。おいおい、セネガルが先制しちまったぞ。だけどこれでオランダはスイッチが入ったよ。え？ほら、オランダの選手たちの様子を見てみて。あれ、いきなり先制されたのに全然動揺してないみたいだ。そう、いくらでも点を取る自信があるんだよ彼らは。ここで試合終了のホイッスル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、エースのクライフォート君を中心にその後は猛攻に次ぐ猛攻でセネガルを圧倒。一方、セネガルは身体能力を生かしロングボールを多用してスペースに走り込むサッカーで臨みましたが、オランダのミッドフィルダークリスマン君に中盤を抑えられ、孤立させられたサンゴール君になかなかボールが渡らず、後半セネガルの選手たちが走り疲れて足が止まったところを立て続けにやられてしまいました。すげえ。これがオランダの攻撃力か。とんでもない連携のスピードだぜ。今日は初戦だったから、これでもまだ動きが硬かった方だよ。ああ、前線の連携はまだ良くなるだろうな。このオランダと次は戦うんですね。こいつの言う通りだ、たけし。俺たちも強くなってるんだ。自信を持て。は、はい。みんな、イタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だから今日の勢いを次の試合にしっかりつなげていこうぜ。おう！なあ、美咲はフランスジュニアユース代表のチームを見たことはあるのか？見たというか、実はちょっと戦ったこともあるんだ。え？戦うって、美咲はどこのチームにも所属してなかったんだろう？うん、
だから自分の今の実力がよくわからなくて、それで自分の力を測るためにフランス代表の合宿に飛び入りで勝負を挑んだんだ。無茶しやがる。でもそうでもしないと日本代表に参加する自信が持てなくて。フランスの注目選手というとやっぱりピエールか。うん、エルシド・ピエール。彼のテクニックは本物だよ。彼とは2回1対1で戦ったことがあるけど、僕は2回とも抜くことができなかった。美咲くんが。他にも注目選手はいるけど。あ、試合が始まるよ。さあ、間もなく前半20分。ここまで試合は全くのフランスペース。フランスのキャプテンエルシド・ピエール君、再びイングランド陣内に切れ込む。素晴らしい華麗なテクニック。その流れるような動きにイングランド選手は誰もついていけません。そして相手を引きつけておいてのスルーパス、見事ルイ・ナポレオン君に通った。決まった。フランスさらに追加点。ナポレオン君の鋭い回転のかかったシュートが一直線にイングランドゴールに突き刺さった。彼がルイ・ナポレオン。気が荒くて何度も乱闘騒ぎを起こしてるんだけど、それでも実力は見ての通りさ。さあ、イングランドも反撃だ。大きなサイドチェンジを繰り返しながらフランスディフェンスを揺さぶる。そして左サイドからエリア内で待つフォワードのディーン君に折り返…おっと、フランスの選手が出足鋭いタックルでそれをカット。パスを出させずにボールを奪い取った。これはディフェンダーのジャン君だ。あのジャンってやつなかなかやるな。美咲君、彼は？ごめん、僕もよく知らないんだ。フランス国際大会が中止になった後、もう一回代表選考会を開いた時に新しく入った選手らしいんだけど。ここで試合終了。フランス、イングランドを全く寄せつけず、初戦を勝利で飾りました。中盤をピエール君が抑え、ナポレオン君が点を取り、ジャン君がピンチの芽をいち早く摘み取る、まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。フランス強いな。まあ当たり前なんだろうけど。ああ、確かにピエールはすごかったな。美咲が勝てなかったってだけのことはあるぜ。ピエールの力はもう上の世代でも認められていて、将来のフランス代表入りを確約されているとも言われてるんだ。そこまでの選手なのか。まったく、世界ってとんでもないところだな。次々とすげえのが出てきやがる。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。今度こそ本物の試合で決着をつけよう。よし、それでは攻撃と守備に分かれて、それぞれゴール前の連携練習だ。はい、行くぜ。よし、シュートだ。はっ、ナイスパンチング。沸かしません。反応が甘いぞ、沸かします。
今のは両手でがっちり取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。もっと考えて動け。何？他のみんなもだ。動きがまだまだ悪い。イタリアに勝ったからっていい気になるな。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林くん。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。それを何様のつもりだ。おいやめろ。そうだ、そうだ、こいつの言う通りだ。味方に当たっても始まらん。ああ。それじゃあ練習を続けるぞ。みんな早くしないと試合が終わっちゃう。早すぎるぜ翼。練習が長引いちゃったからね。間に合えばいいけど。終わっちまったか。なんだ。おい、あのスコアを見るとよ。なんだあの点差は。アルゼンチンがぶっちぎりじゃないか。スタークラウンスタジアムに大天才出現。自ら得点を上げるだけでなく、ミッドフィルダーとしてゲームも組み立てる。アルゼンチンサッカー10年に1人の逸材。サッカーの申し子の名前はサンディアス。そのディアス君にインタビューです。イタリア戦での日本の10番が南米スタイルのドリブルでイタリアを抜けたので自分もいけると思いました。この大会いろんな国の選手が出ていますが、彼らに負けるとは思っていません。最後に優勝を手にするのは自分がいるアルゼンチンですよ。点を取って試合も組み立てるミッドフィルダー、翼さんと同じスタイルですね。ファンディアス。よし、いいシュートだ。その調子で頑張れ。探しましたよ、ロベルトさん。あなたは？アメリカのサッカー協会に問い合わせましてね。そうしたら今遠征に来ているサンパウロの少年チームの監督があなただと。もう自分がロベルト本郷ではないなどと言わせませんよ。仕方ありません。でもお願いです。俺が今アメリカにいることは翼には言わないでください。俺はもう翼の前に立つ資格のない人間です。3年前俺は翼との約束を破り一人ブラジルへ帰ってしまった。それは自分自身翼を教えていく自信がなかったからです。でも俺がいなくても翼は成長していた。あいつはやっぱりサッカーの大天才ですよ。今年の初めサンパウロのチームに日本サッカー協会からビデオが送られてきました。そのビデオには成長した翼の姿が映っていました。そのビデオに寄せられた手紙には、このビデオの少年はブラジルに渡りプロサッカー選手になることを夢見ていると。俺はそれを涙なしには見ることができませんでした。そしてこの大会でのあのビデオよりも成長していた翼の勇姿。でもロベルトさん、翼は
あなたが自分をブラジルに連れて行かなかったわけをこう解釈しているんです。それは 100% ブラジルでプロになれるだけの力が自分にはなかったからだと。そのため翼は自らに課題を課したのです。サッカーの本場ブラジルで通用するためには中学3年間誰にも負けないようにすること、そのために公式戦に全て勝ち続けると。それができなければブラジルでプロになる力は自分にはまだないのだと言い聞かせたのです。そして翼はあなたの残したノートに従い人一倍努力しました。そして翼はこの夏その課題を見事に成し遂げたのです。全国中学生サッカー大会を含めた中学3年間の公式戦すべて翼は誰にも負けませんでした。日本で全国大会 V3 を成し遂げた翼は中学卒業後間違いなくブラジルへ渡るでしょう。ロベルトさんが書かれたあのノートにあることを翼は全てマスターしました。お願いです、翼はブラジルへ渡りロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。よ、おう、よし、頑張ろう。おう、はあ、俺もまだまだ頑張らなくちゃな。よし、ふん、この選手、
よう、やるな。なるほどな。よし。あ、おい、わ、好きにしろ。よし。あのさ、ああ、うん、ああ、うん、へえ、なんだ。なあ、お？あ、よし、頑張ろう。おい、ありがとう。はい、ん、なんか用か。何？よし。やあ。よーし、あう、やった、すごい。あ、なんだ。ありがとう。ちょっといいかな。
へえ。うん。そうだな。すごい。ねえ。あ。やった。頑張ってね。おう。よし。ありがとう。何？はあ。